したのか。ピエロ言ってない。ピエロ。まあピエロ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、始まった。始まった。今日グダグダのオープニングから。前日飲み疲れで顔がむくんでる二人です。やばいですね。そしてなんと今日は黒ギャル。黒ギャル。黒ギャルじゃないですか。ちょっと。何この靴下。何この靴下。今日ブーツだから可愛いから。靴下だけ履いてる。黒ギャルとジョー様の店すごいよね。やばいっすね。今日はやばいっすね。この格好で営業しますね。そうですね。朝まで。私服装的には変わらないんですけどね、いつもと。そうだね。メイクと足も塗ったのこれ。いや、これ足ストッキング。ああ、ちょっと黒い。可愛い。ていうかやばいよね。ウケる。超可愛い。これお気に入りの帽子。かわいい。気持ちいいですよ。あー、高そう。衝動買いです。まあね、そんな感じでね。そう。あ、何でした。ですね、今日番組の最後に、なんかその時のノリで合言葉決めて言うんで、うん、それ言ってもらえたら、今日なんだっけ、ニコ生割引が、うん、バーピエロで。ピエロで。このままね、終わったらすぐ営業するんでね、朝まで。そうですね、8時半くらいからですかね、うん、オープンが。うちらのなんか変なアイドルショーみたいなのもあるからね。突然のあります。あ、ありますね。突然の例のあれ、そう、例の、そう、スナックのような感じなんで、ぜひお待ちしておりますからの、うん、今日はナイトチューブさん側から M ゲストがまた M ゲスト呼んでいただきました。はい。はい。M ゲストの方、じゃあ呼びますか。呼びますか。では、ミルクプリンさん。はい。でかい。頭をぴょぴょ。でかい。でかい。どうも、ミルクプリンです。挟んであげる。挟んでないんですか。私今めっちゃリースな感じで。いいんですか、挟んでいただいて。怖がってる。怖がってる。全然なんか目合わせてくれないですもん。怖いもんだって。入った瞬間から。でかいよ。いや、まあでかいよ、確かに。でかいです、ね、あ、でもちょっと挟んであげる。いいですか。あ、すいません。じゃあ、ちょっとあれじゃないですか、ちょっと魔界の人じゃないですか。あ、魔界系ですね。一応魔界系男子で。ほら、怪獣だ。いやー、幸せですね、本当に呼んでいただいてありがとうございます。なかなかないですよ。本当に。いや、来て早々僕のグラスだけないから、もうそこら辺もすごく今嬉しいです。はい、いいよこれ。はい。これそのまま。はい、そのまま。あ、もうね、グラスもなくて、お二人で乾杯してて、あ、来た、ね、はい。あ、いいですか。あ、作って、ありがとうございます。自分で。はい。そうね。ミルクプリンさんは、私今日本当に、はい、はい。あ、本当入ってきた瞬間から、名刺もらう時も、はい、なんだっけ、このタブレットに夢中すぎて、うん、もらうだけもらって、そうっすよ。まだだって目も見てないでしょ、怪獣と。もう、いや、もう怪獣ですよ。あだ名が決まっちゃったけど。自己紹介してって。あ、どうも、芸人、芸名ではミルクプリンでやってまして、あとはイオンインクグループの、マネージャーで、はちみつレモンって言います。よろしくお願いします。はちみつレモン、ぴょんぴょん。はい。でかいよ。でかいっすよ。はい。ちょっとあれじゃん、怪獣と目合わせてあげて。かわいそう。会いましためっちゃ会いました。はちみつ。もう始まってんすか。もう始まってんすか。いや、芝居ってこと。芝居ってこと。そんな読み上げてとかじゃないですね。もういきなり、結構いきなりですね。もう番から立ててますけど。突然。いや、これ突然、隣の M 奥っていう番組なんですけど。あ、そうなんですか。はい、変わってません、タイトル。え、私も今聞きました。いつ変わったんですか。今からちょっと変わった。今からなんか自分の M エピソードみたいな。はい、 M エピソード。そうですね、あんまけど別叩かれたりとか普段もあれなんですけど、まあ、結構なんか冷たくされるのがなんか逆にあれですね。はい、ちょっと嬉しかったりしますね。はい、
そうですね、なんか大丈夫ですか、なんか距離離れていってますけど大丈夫ですか、ちょっと寄ってください寄ってください、全然寄ってください。え、でも喋り方とかさ M って感じしないですけど、はい、いやド M っすよ僕、うん、言うてなんか好きそうな感じはね、はい、ね、はい、いやいや、ちょっと何ですか、逆に感じするみたいな。そうですね、はい、突き放されるのが好きなの。突き放されたり、そうですね、なんか、はい、おもちゃにされるのが好きです、基本的に。へ、はい、そうです。なんかあれ買ってきて、ああ、いきなりなんだよな。いやいや、コメント気をつけてくださいね。コメントで言ったら来るんで、うん、いや私もずっとスタンバってます。酒買ってこいとか、まあ、酒買ってこいとか、まあ、そうですね、基本的に結構好きかもしれないです。飯買ってこいとか、まあ、そうですね、だからなんかアイス買ってきてとか、うん、早く行ってみたいなのが結構好きです。そんな可愛い方がいいんですか。ああ、いや、別にきつくても、きつくても大丈夫ですけど。え、女の子に言われたらゾクゾクする言葉とかって、はい、ゾクゾクする言葉っすか、うん、ゾクゾクする言葉、難しいですね。けど、なんだろう、まあ、結構キモとか言われると意外と嬉しかったりします。キモい、はい、じゃ言っていいんすか。あ、もう全然、はい、豚野郎とか。いやいやいや、それキモいじゃないよ。それキモいじゃないですよ。豚はキモいじゃないですけどね。豚野郎とか言われると興奮するとかない。豚よく言われますけどね。うん、豚野郎で興奮するってことはまずまだまだそこまでは言ってないですけど、見てくれてる人もキモって言ってくれてる。あ、本当ですか。ありがとうございます。ブヒって泣けてる。え、女子はどういうタイプが好きなの。女子ですか。僕けど、あのちょっとロリ系が好きなんですけど、なんか、はあ、あの可愛い感じの、なんかちょっとこうド M っぽい子が好きです。逆にド M っぽいけど、なんかあのそういう子がちょっと冷たくされると、なんか逆にもう分かります。なんかどういうこと。え、分かりません。なんか M っぽい子が意外と S だったらうわーみたいな、ありません、そういうの。え、ないっすか。え、ないっすか。え、わかんないっすか。え、どういうこと。え、この空気ももしかしてそういう感じですか。もう入ってるんですか、そういう。これさ、これ、はい、これ人を殺せる無知なの。あ、そうなんですか。すごいんでしょ、この色が。あ、おお、やばいやばい。え、これ何でできてるんですか。これね、なんか特注で革で作ってもらう。私のファンの人が作ってくれた。あ、ファンの方が、うん、ファンの方が作る。両方から。あ、そうですね、あ、痛くはないんですけど。あ、はい、あれや、あれ、M 判定しよう、それは。M 判定。M 判定できるんですか。これこの間ね、M 判定したんだよね。ろうそく。あいちゃんください。私が決めました。うん。ろうそく。私やりますよ。お、あいちゃんがね、実験して、これで M 判定できるんです。ガチっすね。うん、これ熱くないですか。あ、でも服汚したからさ、ちょっとこれちょっと外してもらっていいですか。あ、時計。待って。いけいけってなんか本当コメントしてる人はもうそうっすよね。顔面にやろうとか、顔面にやろうとかもやりたい。こういうこういう顔面は怖いっす。これでも結構 M 判定良かったよね、当たってたよね。当たってますね。老人形にしてやろう、うん、相当量いるよ。いや、まだちょっと時間かかるんじゃない。あー、そうっすか。体重は何キロあるんですか。体重だけ多分あれですね、109ぐらいですね、大体。はい、多分そんぐらいあると思う。で、細い子が好き。いや、1個もないよ。細い子が好きなの。いや、僕どっちか。ああ、はい、すみません。あ、そうだよ。あ、すみません。あ、濃いめですか。はい。あ109とかかっこよく言うなよって。ああ、ちょっとかっこつけたんで。え、元ホストもやってたとかですか。プレイヤーはちょっとだけやってましたけど、まあ、はい、ご察しの通り、はい、あまり、あれだったんで。なんか S なお客さんが多かったとか。あ、結構そうっすね。なんか僕ヤンキーに好かれるんですよ、逆に。うーん、ヤンキーが、はい、知られそうだね。そうっすね。ヤンキーから結構自分の作ってなくないですか。あ、そうですよね。あ、ちょっと僕のはまだ作ってないです。あ、僕のはちょっとまだ狂月しかやりてないです。あ、ちゃんと仕事できる。うわ、熱そう。これで、はい、まだ溶けないですね。 S かの判定できるんですよ、うん、熱かったのとかですか。まあいろいろ。あ、まあいろいろ、そうですね、そこはまだ。そのうちらの大好きな、うん、あ、来た、コメント。サンタロウ。そう、サンタロウさん。サンタロウ。また別名が、うん、
ド M なんです。この方ド M な方ですか、三太郎さんは。三太郎さんどんな感じが好きなんですかね。うちらみたいな。そうそう。女にハマっちゃってる。あ、そうなんですかね。そのコップに入れると、コップに入れないやばいですよ。でたまになんかあの香水入れてくる女の子がいますけどね。コップに？うん。グラスに。それはド S ですな。犬の餌食えみたいな人いますけど。ああ。ホストクラブはね、あるあるですけど。行けます？行けそうですよね。ほら。たまに悪いですか今日？たまに悪いです。あ、でも行けるかなこれくらいなら。さ、脱がして。服汚れるから。私汚れたくないから。めっちゃ来た、あ、なんか気持ちいいっすね。この判定は、うん、この判定は M です。M です。M ですか？あ、なんか なんかあったかいっすねこれ。あったかい。うん。温泉みたいな。ちょっと僕皮膚が分厚いんで。ちょっと私じゃあ顔面にいた方がいい。いやいやちょっと顔面は顔面はもうさすがに。でもお兄様、見てください。私皮膚の分厚さよりもこのチクチクした気がする。ああ、もうこれ何？すいません、痛い。いやいや、すいません。申し訳ない。え、これ剃ってんの？ちょっと剃ったらちょっと生えてきたっすね。あ、なんで剃るの？はい。男の人なんでなんで腕毛剃るの？腕毛なんか剃っちゃうっすね。キモい。そんなキモいよ。どうも、ありがとうございます。いやー、50滴垂らしたらやばいよ、確かに。汚い。垂らしてほしい部位はって。え？垂らしてほしい部位は？え？それ垂らしてほしい部位っすか？うん、どこっすかね。だけど放送、やっぱ放送できる範囲ってあると思うんで。うん。うん、そうですね、うん。そう、皮膚が分厚いです。あ、不意打ち、不意打ち。不意打ちはびっくりする。ずっと出してるから。あー、そうっすね。まだやってほしいみたいな。一応、受け身の体勢で常に。これめっちゃ近くから垂らしてます。やっぱ常にあのいただく姿勢で、はい、ちょっと構えておかないと。でまた僕お酒作ってるんですからね。早くして。はい。して。ごめんなさい。ほらごめんなさい。ごめんなさい。はい。あ、でもさ、はい。アメとムチの使い分けだと思うんですよ。S と M の関係って。はい。何対何がいいですか。え、何対何ですか。いやもう9:1ぐらいでいいっすね。そう、はい、そのでも1割がすごいいい風に感じる。いやもうそうっすよ、なんかちょっと声かけてもらっただけでなんか嬉しくなるっすっけ。声かけられただけで優しいみたいな。いやもうそうっすね。あの基本的に仕方されてて、ちょっとなんかじゃあ LINE とかも、はい、その仕方されるのが気持ちいい。そうっすね、なんか仕方されてるぐらいの方が気持ちいいっすね、うん、僕は、うん、たまにポッとスタンプ返ってきて、ウェーみたいな。スタンプ1個でウェーみたいな。ウェーみたいな。返ってきてウェーみたいな。なんかあれですね、地味な話題取るの好きですか。え、僕ですか。そうっすか、結構地味っすか。いやいや、なんかでも、はいはい、なんか、はい、あんまりその、はい、返事を返さない方が嬉しい人って本当にいるらしいですね。うん、マジですか。まあ、帰ってこないのが嬉しいっていうか、帰ってこなくて帰ってた時が嬉しいですね。そう、貯めて貯めて貯めてみたいな。すごいだけじゃん。すごいだけですか。だからその持ち遊ばれたいんだもんね。あ、そうそう、おもちゃにされたいんですよ基本的に。なんか、うんうんうん、もう転がされたいんですよね僕は。どっちかというとこいつはこうしたら行くだろうみたいなのを、はい、あれね、支配されたいんですよね。支配されたいんですよね。でそう、財布確定、そうなんですよね。ちょっと、うん、やっぱ見過ぎ癖あるからそこ直したいんですけど、うんうんうん、じゃあちょっと CM です。突然です。1回 CM で。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ。試した人から面白い。
ごめんなさい、CM 中にちょっと事故が起こりました。本当すいません。ごめんなさい。マジで。どうすんの？いや、どうするの？あ、撮るんですか？取らないでするの。それがやる僕できることがないんですけど。CM 中に愛ちゃんのこうね、ローでちょっと垂らしてあげて。はい。そして飛び散った。飛び散ったんで、これが悪いです、これが。飛び散らせんなよ。あ、いいね。僕の左手が、僕の左手が悪いんで、ほんとすいません。いやそう、さっきね、コメントで流れてきたんですけど、貢ぎ、はい、癖とかあったりします？貢ぎ癖あるんですよね。なんかついつい見せちゃうんですよね。何買ってあげたの？いや、好きなアイドルの子がいるんですけど、うん、まあ、アイドルカフェにいるんですけど、うん、まあ、結構毎回こうなんかラッシュ持ってったりとか、うん、となんか誕生日とか、なんかその子4人グループなんですけど、うん、4人分 のディズニーのチケット渡したりとか、すごいねやっちゃうんですよね。うちらにもしてよぜひマジで。だけどめっちゃ冷たくされるから、別になんかツイッターとかにもあげてくれないんですよね、僕のやつもらったみたいな。あ、あげてくれないんですよねそれが気持ちいい。気持ちいいんですかね、わかんないですけど、なんかあげてもらえないんですよね、全然上がんない、本当に。すごい、はあ、人間ってすごいですね。いや、人間ってすごいですね。いろんな、そう、いろんな人いますよ。なめてすぐないよ。すごい。ディズニーのチケット？ディズニーのチケット買いましたね。それでも彼氏とかと行けるかもしれないよ。いや、だからワンチャンそうなんですよね。だからそれがもう…売られてるって言ったの？絶対…売られてんのかな。売られてる可能性あるね。去年ネックレスとかあげたんですけどね。ネックレス？はあ、いくらの？けど普通になんか4度 C のやつですけど、まあ、クリスマスで。いくらいくら？だって2万ちょいぐらい。すごいね。開けたんですけど、一回もつけたこと見たことないです。もう開けた時しか見たことない。どう思います、そういうの？じゃあ、私めちゃめちゃ戦うと思って。違うでしょ。チラチラでいいさ。いや20万じゃない。20万じゃない。え？で書いてあったんで、そんなことしてたのかって思って戦おうと思ってたんですよ。なんだって。リン様の胸、うん、見たの今、うん、舞台野郎。あ、僕ですか？舞台野郎は見たの。いや、僕はまあちょこちょこ、はい。痛いな、意外と。意外と痛い。なんかもらったけど売ったよ、チカっていう、チカちゃんが好きなんですけど。チカちゃんが帰ってきたの？チカちゃんは帰ってきてないと思います、おそらく。いや、これ見られたら半端ないですね、チカちゃんに。出来切られちゃうんで、ほんとに。なんかプリンってやつが来たんですけど。え、でもこういうさ、なんかさ、濃いさ、S 系のキャラの女の子よりさ、はい、純粋そうなさ、はいはい、M っぽい女の子の方がやり手だと思うんだよね、私。いや、やり手っすよ、意外と、結構、ね、そうなんですよ。騙される子、騙すやつ多いと思うんですけど。そう、なんか中身意外と結構やばいっすよね、うん、なかなか。だし、多分、うん、めっちゃ人数も、経験人数も多いと思います。いや、そういう女子の方が。意外と清楚系がやばかったりしますからね。うん、清楚系 VS やりたくない？愛ちゃん清楚系 VS ですか？うちら VS 清楚系女の子ですか？女の子討論会。女の子はいじめてる気になっちゃってダメなんですよ。何いじめてる感じになっちゃって。へー、清楚系の子ってなんか、うん、ほんと可愛い子だった。なんかうるうるした感じの目とかあるんですか？、うん、私女の子に対しては嫌なんですよ。なるほどね。男なら全然。いや、だから僕意外と女っぽくないですか？なんか結構言われるんですけど。あ、ほんとですか？バンギャルみたい。あ、ほんとですか？なんか結構意外と僕はなんか初回どうですかとか言われるんですよね。へ、朝方とか。バンギャルに。お姉さん初回どうみたいな、マスクしてて。そうなんですね。いや、お兄さんですみたいな感じ。ちょいちょいあるんですけど。バンギャルっぽい感じがする。バンギャっぽいですか？バンギャ好きですからね。バンギャ好きなんですか？あ、バンギャ好きっすよ。バンギャ清楚系じゃないじゃん。いやけどなんか、バンギャで清楚系のバンギャっていません？たまにね。狙い嫌でしょ。なんか、はい、結構、はい。好きっすね。けどああいうのって結構きついじゃないですか、性格。うん、だからもっと好きっすね。ほら、愛ちゃんが暇してるよ。今、みんなからのコメント待ってるんですよ、スタンバイで。うん、いやー、全然。でも本当にコメントね、ずっとその構えだからね、本当。豚シャン。豚シャン。豚野郎。豚野郎って言われるのはダメなんですか？いや、別にダメじゃないですけどね、結構言われるんで。うん、気持ちよくない。いや、もうなんか慣れちゃったっすね、豚に関しては。もう挨拶みたいなものになっちゃったんで、豚に関しては。え、じゃあ、床の上ではどうなんですか？あー、けどやっぱ、まあ、受け身の方が好きっすかね、けどやっぱり。普段もずっと M ってこと？そうっすね、基本的には、そうっすね、基本的には僕は。そうっすね。メリー様、はい、すごい失礼なこと言ってもいいですか？私、多分この方の会話、全然興味ないです。
えぇ、ー、あのね、実はね、うん、私もあ、それ、あれですね、多分僕に興味ないってことですか。そうですね。あ、全然興味ないですか。いや、うちもね、ずっとね、はい、でもなんかまあ、出てもらってるし、うん、そうそうそう、責任感、ね、優しいドイツだからさ。フェリーさんも頑張って話してくれてるけど、うん、でもなんか私、全然ネタ、言葉入ってこないなもうそれはね、ちょっと若干入ってきた時は気づいてますよね、なんか興味が、若干、じゃあ逆にさ、質問してよ、うちら。はい、ああ、その方がこれいいよ、別にもうこの。ああ、もう、またなくていいですね。パリパリ早く質問して、はい、質問、どんな感じの出させて、やっぱ M っぽいのが好きなんですか、どっち聞いてんの。あ、じゃあ、あ、私、はい、まあ、M 君が好きですよ。あ、M が好きですか、うん、言うこと聞く子が好きです。あ、基本的にはで、あれですね、25以下の男ですね。え、25以下ですか。あんま結婚してるんですけど、私、はいはいはい、ペットにするなら25以下で、25以下で、なぜかというと、はいはい、まだ頭がこう凝り固まってないんで、はいはい洗脳と調教してきます。あ、なるほど自分色に染めたい、自分色に染めたい、はい、以上。けど別に25以上でもなんか、いや、なかなか25過ぎるとね、だんだん男でもね、あ、そうですか、とかね、俺はみたいなのが出てくるから、あ、もうお引き取りください。ちなみに僕27なんですけど、まあどうでもいいんだけど。あ、ほんですか。あ、じゃあ次そっか、大晦日で、はい、あ、どんな感じの男性が M を、私もこの回答ユーザーさんは知ってるんだよね。はい、はいはい、なるほど。私は知らないけどユーザーさんは知ってると。なるほど。答える感じではないと。なぜあなたのために答えなきゃいけないでしょうか。どうもありがとうございます。じゃあ次の質問。はい、次の質問ですか。もっと面白いのにして。面白いんですか。なんかけどなんかS の方って、まあ、結構僕ビジュアル系専門の美容室とかで働いたこともあって、今ヘアメイクもやってるんですけど、はい、そういう時ってなんかS の女の子ってなんかペット飼ってたりするんですよね。男？あ、そうですそうです。そういうのいたりとか。はい、牧場あります。牧場。リン様牧場。リン様牧場ってのがあるんですか。ええ、まあこう育ててる。育ててる。リン様牧場はいて、はいはい、たまにこう檻から出して。檻から出すっていうのはどういうことなんでしょうか。牧場ですよね。はい、牧場柵から、はい、育ったなと思ったら、はい、出して、育ちました、はい、ちょっと持て遊んでみたりとか。持て遊んで。そうなんですね、うん、家で飼ってたりとかしてるんですか。家で飼うっていうか、うん、まあ、旦那いるんでね。あ、そうかそうかそうか、はい、旦那さん、旦那さんもあれですか、首輪つけられてとか。旦那もド M ですね。へえ、あ、そうなんですね、はい、羨ましいですね。お笑いのグループみたいなやってました。だからリン様牧場 の、はい、豚家畜募集中です。はい、あ、そうですね。どうやったら入れるんですか、はい、それは。ね、はい、まず25歳以下で。あ、そうですね。25以下で。ド M のイケメンです。ド M のイケメン。はい。募集中です。ちょっと年齢制限だけちょっと引っかかったっすね。はい。はい。募集中です。年齢かな。リン様、私、今日の合言葉決めました。何？リン様牧場で。リン様牧場リン様牧場え、でも牧場の一つや二つあるでしょ、みんな。え、あるんですか。私、この前リン様に聞いて初めて作ろうって思ったけど、うん、人がいないです。あ、いますよ。あ、いますよ。ずーしー、ずーずーしー。ずーずーしーですね、それは。まずリン様牧場じゃないから、リン様牧場だから。リン様牧場はやばいでしょ。うん、今日の合言葉はリン様牧場。いいね。で、割引。割引です。言ってもらえたら。ピエロで割引。バーですか？バーです。あ、そうなんですね。バーっていうかスナックだよね。あ、なんかもうそんな感じになってますよね。二人の石川さゆり賞とかあります。面白そうですね。面白かったです。面白そう。うん、ぜひ、今日だけ。うん、今日だけ。なかなかね、あいちゃんこの黒ギャルの時ないんで、うん、でも最近ちょっと週1ペースですよ。来週もやるんで。あ、いいね。あとバースデーがあるよ、ね、あ、そうだ、来週私バースデーやります。そう、来週だっけ。来週だ。24、25。そう、24、25、黒ギャルでやるよ、ね、24は黒ギャルで、25はちょっと二日酔い次第で、うん、やばそう、やばそう。下手したら、うん、すっぴんかもしれない。危ねえ。バースデーなのにすっぴんみたいな。危険なんですよ、この二人の時はね。はい、飲み歩くんでね。終わった後もね。そうなんですよね。本当に、まあ、結構やっぱ飲むんですか、お二人は。飲みますね。なんか他にも、昨日私ちょっとベロベロなりすぎましたね。そう、
ちょっとベロベロになって酔っ払うと、うん、あの甘えちゃうとかですか2人は。誰に？あの誰にっていうか、あ、あ誰にっていうか、あの甘えちゃう、ニャニャになっちゃうのかなっていう、あのお酒が入ると。まあ、イケメンに限る。かっこイケメンに限る。かっこイケメンですね。ありがとうございます。プリンにも甘えるってよ。ほら、会話終わっちゃった。あ、固かったな。ちょっとあ、いいですか。ちょっと固かった。はい、会話続けて。あ、はい。あ、いいね。あ、でもうまいね。あ、いや、一応美容師なんで。あ、そうです。もうちょっと上かな。あ、そうですね。意外と多分うまいと思うんですか。意外とそうなんですよ。けどこれ結構好きですね、僕。彼女とかいた時とかって毎回僕髪乾かせられるんで。あ、いいじゃん。髪乾かして、髪巻いて。ポイント高い。これ高いですか。うん、やったこれ。でも私この人に触られたくないです。ああ髪の毛とか触られたくないです。ほらね、あの究極のド S なんで、うちの店長。いや、大丈夫です。私は超えるんですよ。結構あのキャバ嬢の人から僕だいぶ冷たくされるんで、ヘアメイの時も。だから今あのホスト専門でやってます、ヘアメイク。あ、そうなんだ。はい、私案外あの優しいド S なんでね。優しいですよね。そうそうそう、ちょっと飴飲むのも結構多いのよ。いや、私初対面でここまでひどく言うことあまりないですよ。相当嫌いってことですか。よっぽどだね。本当に嫌いだと思います。生理的に無理ですか。なるほど。よいしょ。あ、やめろって。あ、やめろって。痛いんだよこれ。よし、意外と痛いこれ。すごいですね。片面番組。あ、もう1分前。1分前の。早い。言い残したことは。終わっちゃうのもう。早いですね。舞台野郎、言い残したことはないのか。来週もかな、これは。あれでしょうか。最後、甘えてもらっていいですか。なんか、甘えてほしいですね、ちょっと。甘えてもらっていいですか。じゃあ、リーチも締めに行きますか。うん、いや、これ、怖いんだけど、これ、ごめん。せーの。誰かコメント変なこと書くから、これ。テレビ的なやつ。あ、終わっちゃう。終わっちゃう。みんなありがとう。またね。ピエロで待ってます。朝までやってるよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。